金色クワガタ赤とは、昆虫砂、甲虫木、クワガタムシ化に属する赤の一つ。この分類に属するクワガタムシの共通点として頭部は極端に小さく、触角の変状節は3から4本でクワガタムシア赤より丸く集約すること。また、幼虫の腹部微感は、他のクワガタより細長い。サナギの前足は、前向き露出する、有性器は長くて目立つ。 巻貝のように畳める。黒褐色の昔、クワガタ族を除く、ほぼすべての成虫は、死有ともに、金属光沢を持つ。全般的にオスの大顎も上に湾曲する傾向があり、特に長葉型の虹色クワガタと、金色クワガタはかなり目立つ。遺伝子分析によると、金色クワガタ赤は、ツヤ肌クワガタ族の姉妹群とされる。 似たような外見を持つ胸コブクワガタ族と、ヒメキンイロクワガタ族はかつてキンイロクワガタ科の仲間として記載されるが、遺伝子分析と細部の違いによりクワガタムシ赤として認められ、細分類される。5族11種が知られ、本赤は、キンイロクワガタ族以外の族はすべて、ヒトエ型族となる。クワガタムシ科としてごく小さな赤であるが、虹色クワガタと、 金色クワガタは派手な退職に加えて飼育もたやすく、色虫としてクワガタ虫やかに列図人気は高い。ありがとうございます。